はい、8チャンネル、今回もフリーペーパー編ということで紹介していこうと思ってます。新刊がね、結構春になって増えてきてるので、どんどん行こうと思います。まず1個目はですね、まさに8チの近くの地下鉄中津駅というところで今日から配っている、牧目学さんの身を尽くし戦隊メトレンジャーを紹介しようというふうに思っています。これはフリーペーパーっていうよりはまあどうなんだろうな、その、キャンペーン的な小説の配り方だと思うんですけど、まあ、不安にはたまらないんじゃないかなって意味で、駅5箇所かな、5箇所の駅に実際に行かないと手に入らないって形になっていて、まあ、小説好きな方とか牧目さんのファンの方なんかはぜひこの期間にゲットしてほしいかなっていうふうに思ってます。割と読み応えがある内容になっているので、なんかねこういう企画はすごくいいと思います。海外でも結構何回かあるんですけど、こういう企画は近くに見てもらえばいいと思います。で、2つ目はですね、ヘルスグラフィックマガジンさんですね。まあ、これはもう、本当に有名なので、もう何回もこう取り上げてると思うんですが、今回は表紙があれですよ、サイゼリアに飾ってある、ラファエロのね、聖母の足元のやつの天使さんなんですけど、いや、なんかやっぱりヘルスグラフィックさんの編集が入ると、まあ、ミケランジェロのダビッド像もそうなんですけど、まさになんか名画がいつの間にかこう、物忘れをしている残念な人ってことに、なんかうなずいてしまうみたいなところもあって、なんか割とこの、あたりの編集というか見せ方うまいなと思っていたりとか、あと最近あまりに僕は最近暇なので、韓流ドラマよくネットフリックスで見てるんですけど、いや、なんかどっかで見たようなこの、感じだったりとか、まあ、このあたりのなんかね、自然となんか会話が生まれるような企画というかデザインあたりは本当にいいのかなと思ったりとかしています。物忘れを紹介しました。で、3つ目はですね、山形のガッタさんです。今回山形のクラフトビールっていうところで、ブルワリーさんとかを紹介してるんですけど、そうなんですよ。実は僕結構流行りもに乗っかっていくので、毎週クラフトビールを飲みに行くっていう、京都ビアラボってお店があるんですけど、まあ、そんなこともあって結構ビールのことはすごい最近興味があって調べているんですよ。ご存じない方に言うと、やっぱり僕らって、とりあえず生って感じで、飲むような飲み方はしてると思うんですけど、クラフトビールって割とアルコール濃度が高いから、ガンガン飲んでるとすぐ酔っちゃうってなって、僕そんなに酒にこう弱くないと言われてるんですけど、やっぱり2杯ぐらい飲んだらちょっともう結構来たりするんですけど、そういうこうじわじわっとした味わい方のあるクラフトビールっていうのが全国的に流行ってきてるけど、山形でも結構あるんだなっていう意味では、なんかすごいガッタさん見ながら、おお、クラフトビールは、日本的なブームになってるなと思ったりとかしました。で、最後はですね、これは京都ですね。京都の スイングさんが出している NPO 人スイングさんが出しているスイングさんっていうね、ギリギリアウトを狙うっていうのをいつも企画として面白いことをされていて、僕も一回原稿というか、寄せたことあるんですけど、今回その眠れない夜のためにっていうのがあって、そうなんですよ。なんかこれ見てる人がどう思うかわかんないけど、僕割と、あんま寝てない人で、多分4時間睡眠で動くような人間なんですけど、まさにこの眠れない夜のためにっていうのは、僕からしてみたら、いやいや、めちゃめちゃ僕眠いんですけどっていうのがあるんだけど、まあまあ、春になってくるとやっぱね、眠れない人もいるのかもしれないっていうんで、そもそも表紙の女の子が、どんだけなんか過激な本に囲まれてんねんってツッコミもあったりとかするんですが、まあそんなところに結構シュールなね、スインギングさんでは常連な方々のその、どう考えてもなんかこの人たちと深夜に出会ったら怖いよねみたいな写真が寄せられてるのか、まあなんかいろんな意味で、スイングらしいなと思ったりした、スイングさんらしいなと思ったので、紹介しました。なので今日は、今日から、地下鉄、大阪の地下鉄限定で配られている、牧目学さんの、第1号になる、目をつくし戦隊メトレンジャーを紹介しました。それ以外にも、そうですね、ヘルスグライクさんの物忘れって最新号であったりとか、あと山形の、これも定評のあるガッタさん、そして、スイングさんを紹介しました。まあ、そんな感じで今日は僕は4種を紹介しているので、次は、清水さんに振ろうと思います。清水さん、よろしくお願いします。はい。あ、こんにちは。清水です。金曜日の店番やってます。清水です。よろしくお願いします。今日は、つのつむじ。つと生きる。人と町。西成区の西成青果塾さんというところが出されている、西成区普通の人
を作る方々の、フリーペーパーです。で今回の特集は靴を作る人の靴、すごい面白い特集じゃないですか。もう毎回一気読みしてしまうんですけど、あの靴職人の皆さんがどういう靴、お気に入りの椅子を履いていらっしゃるかという、そういう、特集なんですけど、すごい面白くて、これはぜひみんなに見てもらいたいものです。はい、他にも好きな靴職人さんが好きな靴のブランドやメーカーはとか、靴を選ぶポイントはとか、そんなあのアンケートとか回ったりとかして、靴好き、靴履いてない人ってまあいないと思うんですけど、靴好きにはもう本当にたまらないような、はい、ペーパーです。いつもすごい写真がすごいいいんですけどね、今回、靴の方を清原はがたさんっていうんでしょうか、職人の方のご紹介をインタビューをされています。本当にこれも興味深い内容で、私が説明するよりも、まず読んでくださいと言いたいような、はい、そんな一冊です。次にこのちょっと大きい新聞みたいなリト系です。では、作ろう島の未来という日本唯一の、まあ、島のフリーペーパーです。期間のリト系です。で今回の特集は、島で生きる、ために必要なお金の話です。そう、毎回驚くんですけど、日本ってすごいたくさんの島があるんですよね。これ一覧なんですけど、こんなにたくさん島がありますね。まずこれでもうすごいびっくりするんですけど東京に暮らす方と島で暮らしてらっしゃる方の家庭の比較なんかもあったりとかして、あ、なるほど、家賃住居費が15万円、東京だったら15万円、島での平均支出額は3万円、そんなのの、比較とかがあったりとかして、すごい面白いんですね。なんか、自分も田舎育ちですけど、島ではなかったのでこういう暮らしがあるんだなというので、毎回隅々まで読ませてもらってます。島の方とそれ以外に住んでる方をつないでるなっていうふうにすごく、思っていつも読んでいます。島の物産ですとか、島の暮らしとかを、発信している、サイトとかもこの前紹介されていたりとかして、島のファンになるようにしてくれる情報誌フリーペーパーです。ぜひ手に取ってください。次は、和幻想仏教を楽しむ情報誌、今回の特集が香って感じて整えてお家で楽しむお香の世界です。フリーペーパー の魅力としてですね、全然知らないことをサクッと読めたり知れたり、全然知らないジャンルのことを、あ、こういうものなんだとなんかさっと把握できたりとかするんですけれども、今回のこの和幻想でもですね香りの専門家、お店の方ですとかお寺の方ですとか、行動っていうんですかね、そういうのを教えてらっしゃる方、あと研究者の方、そういう方の、見開きのインタビューが4人分載ってたりとかして、すごい興味深かったです。まあ私もこれからじっくり読みたいなと思ってるんですけれども、ちょっと香りのことについて詳しくなれるような、そんな情報誌です。今回はご覧ください。次、最近というか、まあ、ここ2年ぐらいコロナウイルスの流行でもうあんまり外に出ていない、ブラブラするようなことがなくなったと思うんですね、みんな。で、今回その最後に紹介するこのオムレツさん、大阪メトロの沿線情報誌です。ちっちゃく書いてあるんですけど、大阪メトロでレッツゴーの略でオムレツさんって言うそうなんですね。で、これ今回は A 門が集まるにぎわいの街
天神橋筋6丁目大荻町から南森町、そんな特集をやっています。で、まあ、あのこういう、地下鉄でもたくさんいろんな今までも情報し出されてきてるんですけど、なんていうのか、全然あの知らないあのお店とかをどんどん紹介してて、まあ、ここ行ってみようかなっていう気持ちにさせるっていうのもそうですし、一回行ったことあって最近ご無沙汰になってるような場所、ああそういえばなんかここまた行ってみたいなっていう気持ちになったりですとか、今回ですね、あの素敵な雲州堂さん一回だけ行ったことあるのがあの紹介されててまた行きたいなという気持ちになりました。美味しいおでんの、お店ですとか、こういうなんかちょっとどっか行きたいなって思えるような情報知っていいですよね。もし、美味しそうなベトナムのサンドイッチのお店とかも紹介してたりとかして、いろいろ気をつけて今度の休みは遊びに行ってみようかなと思えるような情報誌です。沿線以外のところ、自分の住んでるところ以外にもちょっと足を伸ばすのもたまにはいいですよね。気をつけて楽しく生活したいと思います。では失礼します。